おはようございます、1月20日、午前6時でございます。いやですね、雪降らないかなと思ってたんですけども、この地方にも雪が降りました。いやですね、降らないかなと思ってたんですけども、結構ですね、吹雪いてきまして、風も先ほどね、強かったんですけども、風は今だいぶ止んで、雪が、粉雪がパラついてるっていう感じなんでございますけども、いやですね、これは5センチぐらい積もってますね。こういった感じで雪が積もってるんですけども、これ今から通勤だとか、通学時間に、ね、これからなってきますんで、大変だろうなと、学生さん、そして会社へ通われる方、大変なんじゃないかなと。すごいですよこれ。これ僕も運転とかね、してたらもうひどい目に遭ってますよ。これ大変ですね。 でこういう感じでですね、雪が積もってるので、小学生なんか雪だるまでも作って遊べばいいんじゃないかなと思います。さよなら。